そうなんです、校内フィルムフェスティバルの準備でして。ええ、その通りです。生徒会は運営を任されているのですが、今年は出展側でも参加することになりまして。そうですね。でも出展する側の事情を知ることは運営する側にとっても利点がありますから。しおりこさん、監督を任されたそうなんですよ。せつなさん。しおりこさんがどんな作品を作るのか楽しみで仕方がありません。お二人とも。私が監督をすることになったものの、実は全く自信がないんです。エンタメというものには造形が深くなくて。ですからせつなさんにいろいろ学ばせていただいています。この荷物の中身もこれからせつなさんと鑑賞するブルーレイなんです。私の大好きな作品をしおりこさんに全力で解説しようと思います。勉強にはなりました。ただ詰め込まれる情報量が多すぎて。幼少期から様々なお稽古事を経験してきましたが、これほどまでにスパルタな特訓は経験したことが。それはもうたっぷりと。今は疲れ果てていますが、見ている時は不思議と疲れなどは感じないんですよね。物語に引き込まれてしまって。さすがせつなさんです。解説も的確ですし、いろんな方向性の作品を網羅してくれましたし、やはり彼女に頼んで正解でした。しおりこさん、お待たせしました。今日は昨日見たものの外伝と、あと同じ監督の別作品も持ってきました。これからお時間ありますか？昨日のしおりこさんの反応から厳選したので、絶対におすすめの作品なんです。しおりこさんにも好きになってもらえたら嬉しいです。頑張ります。